8万視聴を超えました。加藤デビューから10試合連続安打です。ご覧ください。まあ、逆輸入ルーキーとしてね、今人気急上昇中の加藤豪将選手なんですけれども、デビューからこの6月6日の試合で9試合連続ヒットでした。そしてその次の試合、6月7日の試合、こちらも同じ日本ハムと広島の試合なんですけれども、こちらでも3回裏ワンアウト1塁2塁の場面からセンター前に運んで、これで10試合連続安打、その次の試合で記録は止まってしまったんですけれども、今かなり、レギュラー争いぐぐっと来てるんじゃないですか、加藤選手は。そうですね、強いて言うならば開幕からね、頑張ってもらいたかったっていうところもありますけど、怪我もあってね、ちょっとデビューは遅れましたけどね、いい形のね、長打あり単打ありね、右へ左へっていうね、形ではいいバッティング見せてますけども、ルーキーといってもね、もうメジャー経験ですから、確かにメジャーで吉田が新人王っていうぐらいの違和感あるんですよね。メジャーリーガーでしたからね。そう去年までね、ただそんな中でもやっぱりパンチ力っていうのはメジャーだなと思う時ありますよね。でもこれぐらいの期待はね、そうですよ、多くの皆さんをね、入団当時からしてたんじゃないのかなっていうところでね、期待にそうね、いい活躍していったんですかね。これから日本ハムの内野陣支えていくかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマバスパリーグ番組 MC の辻歩です。この番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースです。この動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから。